村、結構うまいじゃん。お前こそ、ボード初めてってマジかよ。スキーと同じでしょ、これ。八の字に広げんだよ、八の字。そんなこと言ったって。いってぇ。ごめん。ごめん。あんたらデートの約束つまーさせない。あ、キリったな。どうよ、俺のスノボテク惚れ直しちゃっただろ。滑ったつか転がってたようなもんすけどね。クマの野郎、毎回突っ込んできやがって。漢字ばっかりナオちゃんと滑るなんてずるい。クマ、クマは個人レースに断固反対します。てめえ、やっぱわざとかよ。俺の話はスルーかよ。ナオト君はスキー初めてだったんだよね。どうだった？まともに立ってるのが精一杯ですよ。辰巳君に教わっているんですが、あらぬ方向に滑ったりいきなり転んだりと思い通りにならないものですね。明日は少しでも滑れるようになりたいです。ナオト君って結構負けず嫌いだよね。あと1回ぐらい言っとく。あー、もう疲れたよ、足ガクガク。クマも毛皮が全部凍ったね。パリパリ伝説クマ。明日もあるし、今日はもう引き上げようぜ。里中は腹減ってねえの？忘れてた、今減った。ペンションの夕食なんだったっけ。下ビラメの無国籍風料理じゃなかったかな。無国籍風っていうのが気になってたんだ。無国籍なのに風なんですね。つまりどういう味なんでしょう。なんか自信ない時につけるイメージ、無国籍料理って。シェフもお前らに言われたくないと思うけどね。ひどい、クリスマスのケーキ美味しいって叫んでたくせに。叫んでねえよ、あれはナオトのおかげだろ。違うもん、料理本だもん。どっちでもいいよ、つか最初から読めよ。そんなことより重大な問題があるでしょうが。下ピラメって魚だよね。肉は肉。どんだけ肉食だよ。お肉料理はメニューになかったと思う。ビーフもポークもチキンも。確かにこんだけ滑ったら肉食いたいっすね。お肉。味わわれる日が来た。
なことしないよ。熊肉って癖が強いから。よいしょ、ひどい。熊のやつ、まだ風呂入ってんのか？晩飯ん時見かけた女子大生だかが来るまで粘るっつってたっすよ。たく、粘って何すんだよ。とか言って、花村も熊吉に加わりたい派じゃないの？最悪。先輩はそんなのより、私たちと私と一緒に過ごす方がいいよね。つうか、せっかく全員でお泊まりなんだぜ。しかも男女混合ならこう。やだ。いや、まだ何も言ってないっす。ごめん、トランプって意味だった？ナイトスキーとか行っちゃう？ちょっと憧れるな。それお風呂とか入り直しになるよ。正直滑りまくってくたびれたし。ならあれじゃねえか、夜に館に集まってやるっつったら。百物語だね。賛成。それはちょっと普通夏でしょ、そういうの。私もそれは不賛成かな。あれ、実は階段とか苦手派か。山はあるんだって。マジであんな体験ロケの時だけで十分よ。もうなに、やめてよ。うちの旅館結構いろいろあるよ。おトイレないはずの離れに泊まったお客さんに、お手洗い暗いですねって言われた話とか。そこのお部屋ね、お盆になると写真がうまく写らなくなる時があるの。本物すぎる。あ、そうそう、この辺りの山ってたまに埴輪とか見つかるんだって。もしかしたら大昔は丸ごとお墓だったのかもって。で、伝承というのはあくまで物語的要素の強い文化的産物であって、科学的裏付けなどはなく、古代の墓所というのは神殿と同義で、ですから。その怖いんだ。はい。なんかこれはこれで盛り上がってきたじゃん。お前はどうなの？怖い話とか。お、ってことはなんかとっておきのネタがあんな。信じらんない。私絶対嫌だかんね。耳塞ぐし。こういうの中途半端に聞こえてくる方が怖えんじゃねえすか。うっさいバカンジ、あんた階段押しなのよ。縮めんなこら。じゃあまず俺からな。で、天城が最後。ラスボス級っぽいし。な、もう3年前か。中学の時ダチに聞いた話なんだけどさ、なんかそいつの高校の姉貴が結構いいとこの私立の高校行ったんだけど、悪い友達できてさ。女同士つるんで同じ学年の子いじめてたらしいんだよ。毎晩遅く帰ってきちゃ携帯で仲間とギャハハっつっていじめのこと話してたんだけどさ、ある日いきなり真っ青な顔で帰ってきて、以来黙って部屋に閉じこもるようになったらしいんだ。
事情聞いても全然仕方けど、耳を澄ますと一人の部屋で繰り返しつぶやいてんだってさ。次は私の番だって。さすがに心配になってそいつ姉貴の仲間から話聞こうとしたらしいんだ。ところがさ、仲間の子みんな原因不明で倒れて病院送りになってたらしい。いよいよ怖くなってどうしようって悩んでたら、その晩の11時半過ぎにいきなりギャーって部屋にいた姉貴が叫んでさ、部屋入ってみたら両耳手で塞いで呼んでる聞こえるって。でもそいつには何も聞こえてなくて、その直後姉貴は家を飛び出してってさ。次の朝、学校の校門前で仲間と同じく意識不明で見つかったらしい。結局病院運ばれて助かったらしいんだけど、後で学校の人に事情聞いてみたらさ、いじめてた子死んでたらしいんだ。その子の怨霊が一人ずつ呪っていったんじゃないかって。その話には決定的な矛盾がある。あれ、でもその話確か実際警察に届け出があったような気が。それ否定してないよ、補強しちゃってるから。あれ、死んでたんだっけ。その子も助かったんだっけ。あれ、まあいいや、トップバッターとしてはまずまずだったろ。じゃあ次お前な、なんかいけるか。君もやるわけ。お前が言うとなんかリアルだな。で、それから。おいおい、階段越えてねえか。それ誘拐とかって話じゃねえよな。なに落とした。今なんか落とした。なんだか耳慣れない音でしたよ。気のせいだって。それより続けようぜ。てか続けてください。ここでやめる方がなんか怖いわ。怖え。鼻投げとかマジ怖え。停電。つか通ったぞ。今なんかここ。やだ。だからやだって言ったのに。電気つけて。もうやだ、早く。落ち着けて。スイッチは。見たな、クマの犬間におかしさまいとは呪っちゃうクマよ。やっちゃおっか。うん、やっちゃおう。ごめんよクマくん、人権は人間にしかないんだ。ちゃんたち、目が光を失っているクマ。なんでクマ、なんでそんな本気対応クマ。クマかよ、ったくビビらせやがって。で、続きは。
よし、今日も滑るぞ。お前元気あんな。昨日えらい遅くまで騒いでたのに。なんで知ってるの？まさか。あれだけ騒げば聞こえますよ。壁薄いですって何度も言ったのに。そっか、音だけなんだ。見られたのかと思った、あの格好。トークも結構際どかったけどね。ごめん、漢字、枕に鼻血ついちゃった。アホか。誰が好き転んでおめえの声に聞き耳立てんだよ。俺はちょっぴり立てちゃうかもな、聞き耳。カマはちょっぴり立てちゃったかな、聞き耳。ナオちゃんの大きさがとか、ユキちゃんの形がとか聞こえちゃった。すくんな、クマ吉、してないでしょそんな話。っていうか、形がって、それ今考えたの？私、なんか変わってる？気にしすぎですから。というか、踊らされてますって。もう、そんなことより早く滑ろ。行こう、先輩。ちょっと待った。藤川さん、ちょっぴりあれですわよ。同じ人とばっかり滑りすぎですことよ。だってちょうどいいでしょ。知恵先輩と花村先輩はボードだし、熊とユキコ先輩は直角校ばっかで合わせてくんないし、幹事は直人くん気になるみたいだし。てめえ何言って。昨日もそれで自然に私と先輩がペアになったんだもん。私先輩とゆっくり滑ってるから、みんな気使ってくれなくていいよ。行こう先輩。完璧論破されちった。芸能人トーク力すげー。感心すんのかよ。あはん。今回の旅行は全員にとって先輩との思い出作りという意味があります。つまりその全員が先輩と滑る時間を持ちたいと望んでいるはずです。やべえ、そっか、そうだよな。俺も先輩と思い出作りたいっす。なぜだろうな。お前が言うと別のニュアンスを感じる。なら私今日はボードやめてスキーにしよっかな。ずるいクマ。そういうことならクマも先生と恋のしっぽを描くクマ。あのね、じゃあもう先輩本人に選んでもらいましょう。先輩すっぱりはっきり言っちゃって。まあまあ待てって、皆の衆、これ良くない流れだし、一部さっき漏れてる人いるし、みんな一緒に滑りましょうな。それがいいですね。ええ。お前がすっぱりはっきり答えなくてよかったぜ。この流れで俺選ぶのかよ。俺が刺されちゃってもいいんですか。じゃあまあ滑り行こうぜ。なんかいない。
ナオト君に苦手なことあるなんて。どう？滑れるようになりそう？いえ、全く。ビビってねえで、もっとかかと開かねえと逆にスピード上がっちまうぞ。だから、膝は内側に入れんだって。でも、これ以上開くと絶対、転ぶから。大丈夫だっつってんだろう。滑っちまっても俺が止めてやるから。感じ優しい。私そんなの一回も言われたことない。おめえは教えねえでも滑れんだろうが。ま、優しく教えてもらうなら先輩のが断然いいけど。ねえ先輩。今日もかよ。滑るっつうか落ちてるだけだろあれ。単に止まれないとかなんじゃ。まだ死んでねえとこ見ると止まれてはいいんだろう。あ、知恵先輩と花村先輩だ。やっほー。様になってんなあの人ら。いいなあボード。上手い人はかっこいいよね。でも今は断然スキーかな。先輩と一緒に滑れるし。邪魔しちゃ悪いし、そろそろ行こう。待ってください。せめて下に降りるまで一緒に。どっち行っちゃうかわからないんで。なら下までみんなで競争しましょう。話聞いてましたか。僕曲がれないし止まれないし。平気平気、下でちゃんと受け止めるし。でしょ感じ。お、それお前、そのお、おうよ。なんすかその男らしい発言。意味はよくわかんねえけど。じゃあ遠慮なく先輩の腕の中に飛び込んじゃおうっと。頼っていいんですよね。じゃあ、よろしくお願いします。もう、ナオト君緊張しすぎだって。ただまっすぐ滑るだけだ。またかよ。つかスキー使えよ。どんな滑り方だあれや。やっぱり僕歩いております。続けて滑ってっと、さすがに上達した気がすんな。つってもコツつかみかけた頃に撤収なんだけどさ、ありがちだぜ。どうしよう、プロのスカウトに目つけられちゃう。クマ、ジュネスト専属契約なのに。いや、腹で滑る競技とかねえから。雪ってほんと不思議クマね。あっちの世界では見たことないクマ。どうしてお空からこんなの降ってくるの。雨と一緒だろ。あんまり寒いと凍って降るっつうだけだ。それだともっと硬くて丸っこくならない。降ったら痛そうクマ。
細っけえな。確かに不思議な心地にはなるっすね。こんな白い花みてえのが空から降るなんてよ。見上げてっと日頃は感じねえ空の深さが目でわかる。吸い込まれそうな気がしてくるぜ。なるほどな。前々から俗的な連中にはポエム属性があると思ってたが、やっぱお前もか。心は夢見る乙女くんはね。そんなんじゃねえよ。つうかこの話てめえらが振ったんだろうが。クマはただ雪がなんで降るか聞いただけクマよ。白い花とか吸い込まれちゃうとかそんなメルヘンの国の話はしてないクマ。てめえやんのかこのクマ子。もうじき暗くなりだす時間だな。だいぶ降ってきたしそろそろ戻ろうぜ。今日の飯確か肉だしな。あんま遅れると肉大好きの子に全部行かれんぞ。こんだけ体使って飯抜きは勘弁っすね。俺らのペンションこの席どっちでしたっけ。詳しく確認してね。こんな本降り予想してなかったし上から見えると思ってさ。先輩どうすか、道覚えてますか。おいおい大丈夫かよ。スキー場つっても一歩それたら山ん中だぞ。クマはいざとなったら冬眠ってのすれば平気クマね。本で読んだ。やめとけって、目覚めんの来世だそれ。とにかく進みましょう。この雪じゃボサッとしてらんねっすよ。そうだな、よしなら行こうぜ。大丈夫か？全員揃ってるよな。先輩らと俺と、あ、クマどこ行った？ここにいるクマよ。うわあ、雪だるまが喋ったみたいなボケは今はいらんクマ。やっべえなこれ。完全に遭難してんだろ。っていうか死ぬ、寒くて死ぬ。死ぬとか簡単に言うんじゃねえよ。気合い入れろ、オラ。そういう人が最初に体力なくして倒れてくって何かに書いてあったクマ。っていうか先生、クマそろそろ電池切れそう。ボケるな、死ぬぞマジに。おいあれ、なんか小屋っぽくねえか。ついに幻覚を見るやつが。ここで寝ぼけると命に関わるぞ。寝ぼけてんのはてめえだろ。ちゃんと目開けてみろって。雪の山小屋。夜になると電話線が切られ、暖炉の日陰棒で一人ずつ。そんな刺激的なサスペンスいらねえ。とにかくこのまま雪に埋もれてらんねえ。急ごうぜ。
いませんか。って、あれ？なんも見えんくま。なんで鍵開いてんすかね。あかんねえ。けど投資するよかマシだろう。幸運と思っとこうぜ。誰かペンションの番号わかるか。速攻電話して迎えよう。マジかよ。まさか誰もわかんねえとか。いや、携帯持ってきてねっす。クマモンネス。そっからかよ。てかなんで携帯なのに携帯してねえわけ。先輩ら全員同じとこいんだからかかってくる相手いねえっしょ。そうなんすとか先言ってくださいよ。クマ中は生まれたままの姿よ。先に言ってくださいクマ。言わねえよ。てか言えたら遭難しねえし。仕方ねえな。じゃ俺から里中に電話して。ゆうすけ何しとるくま。はよちえちゃんたちに電話しんさい。電池切れです。あんだけ言っといてあんたもかよ。仕方ねえだろ。バイク貯金で機種変してねえの。バッテリーも古いから電池切れも早いの。だいたいこんなことになるとか俺だって予想してねえっつの。相棒、もうお前しかいない。お前だけが頼りだ。先輩、あんた俺たちのヒーローだろな。クマは最初から分かってた。クマ先生はいつだってクマを救ってくれる。クマ、最後の希望も尽きたか。寒いクマ。川来てんのにかよ。吹雪いつ止むかわかんねえしな。一晩明かすとかになったらこの寒さはやばいぜ。仕方ねえ。そこにあるいろりっぽいやつ、あれに火つけようぜ。ああ、けどどうすりゃいいんだ。ライターとかねえし。探そうぜ。いろりなんてあんならきっとあるっすよ、そういう道具。やれやれ、なんとか生き延びたな。ここどの辺なんすかね。連絡取れたって残りの4人来られんすか。クマたち、きっとここで凍えちゃう。クマ、明日の朝には白い柱になっちゃってる。クマ、ほんとクマ。うっせえな、なんとかすんだよ。つうかこれ、4人で当たるには火が小せえよな。もう一箇所くらい火つけたらどうすか。この小屋全部木でできてんだろ。ただの火事じゃねえか。投資が昇進になるだけだっつうの。だが文句ばっかだな。火が無理ならあとは着込むっきゃねえっすよ。なんかこう温まる寝袋みてえな。んな都合のいいもんどこに。何クマ。4人くらい
入れんじゃね？クマ、中は生まれたままの姿よ。そんなとこに男4人クマの体操が全滅してしまう。クマ、いつまで引っ張んだそのネタ。今光ったよな、あれ。ああ、でもなんで。俺も行くぜ、先輩。クマも手伝う。クマね、怪しい匂いプンプンする。じゃ、お前ら待てって。うわ、じゃ、やめろって。いきなりなんだよ。そんなことしたら。よく調べなきゃわかんねえだろう。なあ、先輩。先生、ダメクマ。それ以上は入っちゃう。こら、なにやっとんじゃ。先輩、そっちはダメ。戻ってきて。脱いでない。お前ら、なんでここに？つか、脱いで？脱いで、何？それ、口に出して説明しないとダメでしょうか？ベイビーちゃんたち、助けに来てくれたクマ？クマを追って、こんな山奥まで来ちゃうなんて。ここ私たちのペンションのすぐ裏だよ。物置だそうです。昼間はバイトの方がちょくちょく来るので鍵は閉めないとか。っていうか、そちらは男同士で揉み合って何してたわけ？いや、テレビ調べてて。テレビを調べる？なぜですか？ねえ、その本当に本当なの？先輩たち目覚めちゃったわけ？何がだよ、なんかすっげえ誤解してんだろ。で、遭難してたどり着いた山小屋で男同士で温め合っちゃったと。ちげえっつの、何聞いてたんだよ。このテレビがいきなり光りやがったんだよ。おかしいだろ。事件とっくに終わってんだろうが。電源入ったとかじゃん。それか何か映り込んだとか、ゲレンデの照明とかさ。ひどい誤解。クマもお婿に行けない。クマ、見たところコンセントは刺さっていませんね。もし皆さんの話が本当なら調べた方がいいかもしれませんが。だから花からそう言ってんだろ。ふん、このテレビがね。じゃあちょっと調べてみよっか。おい、ちょっと。どうなってやがんだ。すごい力だ。このままじゃ。な、ん、じゃ、こりゃ。いってぇ。これって埴輪ですね。
あら。失礼いたしました。いささか強引なお招きとなりましたご無礼をお許しください。うわぁ、すげえ美人。見とれてる場合じゃないって。腕掴んできたの、多分この人だよ。誰？君の知ってる人？友人？どういう友人？謎すぎんだろお前の人生。ご挨拶が遅れました。皆様には初めてお目にかかります。マーガレットと申します。私はこの方の旅を手助けする者。皆様方に害をなすことはありません。ありません。だってそんな信じていいの？そうなんだ。覚えておいででしょうか。あなたとのお約束を果たしに参りました。はい、居場所へご案内するよう受けたまわりました。準備にお時間をいただきましたことをお詫び申し上げます。ここはうつろの森。人の心の世界であるテレビの中に、あの子が作り上げた閉ざされた領域。私どもの元を去ってから、マリーはずっとこの場所に閉じこもっているようです。私もすべては存じません。ご存知のように。あの子は失われた自分の記憶を欲しておりました。そしてあなたと心を通わせた結果、あの子はついにそれを取り戻した。ですがその記憶はあの子が望んだようなものではなかったようでございます。ちょっと待ってくれ。さっきから一体何の話してんだよ。マリーってあのマリーちゃんか？お前と一緒にいた。私も覚えてる。帽子かぶっておしゃれな感じの子だよね。彼女がここにいるってどういうこと？今記憶がどうとかって。マリちゃん、記憶喪失だったクマか。ここテレビの中だよね。行方不明の人がテレビの中にって、それまさか。だって事件は私たちが。いいえ、そうではないようです。おそらくマリーの失踪は皆様方の追っていた誘拐事件とは関係ないかと。あの子は誰かに連れ去られたのではなく、自らこの場所に閉じこもっているようです。自分からテレビの中に。ということはマリーさんもペルソナ能力を？いいえ、マリーはもともとこちら側の住人なのです。お前はどういう子を連れ歩いてたわけ？ねえ待って、ここってテレビの中なんだよね。だったらシャドウだっているんじゃ。マジかよ。ってことは、リーダーの言う通りですね。もし彼女がシャドウに襲われたら。危険がないとは申せません。ですがそれは皆様方も同じこと。この先へ進みマリーを探すおつもりなら、相応の覚悟をしていただかなくてはなりません。
この先の道のりは厳しく、あなた一人ではあの子のもとへたどり着くこともままならないでしょう。あなたがあの子との再会をお望みなら、それを手助けするのが私の役目。そのためにこれまであなたと旅を共にしてきた皆様方をこの場に招かせていただきました。なるほど。なぜリーダーだけでなく僕らまで引き込んだのか疑問に思ってましたが、やっとわかりました。すべて知った上でそれでも行くなら止めないと。さようでございます。もう一つ、まあ深く追求する気はありませんが、あなたもマリーさんと同じくこちら側の存在ということですか。人々の心の中にはシャドウだけが住むのではないということです。先日の戦いにおいて皆様方もご覧になったかと。それ生ためや足立さんの時に出た奴らってこと？確かにシャドウとはちょい感じ違ったけど。どのようにご理解いただいても構いません。何を見て何を信じるかは全て皆様次第。皆様方ご自身で答えを出されること、そうしてここまで進んでこられたことを私も存じております。それともう一つ、先ほど申し上げましたように、このうつろの森は本来閉ざされた領域です。今はまだ完全ではありませんが、ここが閉ざされるのも時間の問題かと。それつまりいつまでもここに出入りできるわけじゃないってことか。さようでございます。このうつろの森が完全な姿となるまでどうやらあまり時間がございません。それを過ぎますとこの場所は閉ざされ、二度とここを訪れることはできません。そうなればマリーの存在は皆様方の記憶から完全に消えてしまうでしょう。記憶が消える？おい、どういう意味だそりゃ。俺らの中から一人でに記憶が消えちまうっつうことかよ。言葉の通りでございます。この森が閉じることはマリーが存在した事実そのものが消えるということです。マリーに関わる一切の記憶は消え、皆様方は平和な日常生活へお戻りになるでしょう。そんなわけわかんないよ。私は約束を果たしに参上したに過ぎません。どうなさるかは皆様方のお気持ち次第です。先ほど通った山小屋のテレビ、あの場所をこの世界とおつなぎしました。あの場所からのみこちらへおいでいただけます。のみってジュネスのテレビからは来られないの？さようでございます。こちらの世界とテレビの間には場所と場所の関係がございます。致し方ございませんでした。確かに他の場所の匂い全然全く感じないコマ。ほんまに繋がってない模様ね。重ねて申し上げますが、この世界に閉じこもったのはあくまでマリーの意思です。危険を犯すことを義務とお考えになる必要はありません。あの子もそれを望まないでしょう。どうぞ日常を大切になさってください。
それこそがマリーの願いでもあるのですから。では、私はこの辺りにて。あ、おい！待てこら！あ、じゃねえ。待ってくれ、おい！テレビですね。山小屋にあったものと同型のようです。クマくんが出すものと同じ出口ということでしょう。どうすんのこれから。んなの決まってんじゃねえすか。あのマリってやつこの先にいるんすよね。シャドウがいて危ねえってんならさっさと先進んで本人探すしかねえだろう。待ってください。ことはそう単純じゃないのかも。とにかく一旦ここを出ましょう。このまま先へ進むのは危険すぎます。だな。それにいきなり来ちまったせいで俺ら何の準備もしてないだろう。やるってんならいろいろ準備して万全にしてからもう一回来ようぜ。だーい！もう誰よ後ろから押したの。仕方ねえだろ、8人もいんだからテレビちっせんだよ。痛いクマ、また頭デコボコしてしまったクマ。おさわりしてみる。しねえっつの。何やってんだか。ほら早く立って、作戦会議でしょ。会議って何すんすか。いやわかんないけど、いつもやってるじゃん、ねえ。まあ、意気込みだけだったんだろうな。まあ、里中先輩から切れる作戦バシバシ言われても調子狂っすね。うるさい！超失礼だからそれ。けど正直驚いたぜ、マリーちゃんがあっち側の存在とかってさ。テレビの中の世界っつうか、人の心の世界ってやつっすよね。どうにもしっくりこねっつうか。クマも全然気づかんかったです。はい。別に文句言ってねえって。あっち側の存在ですなんて紹介されても。こっちが困るっつーの。問題はマリーさんの動機ですね。なぜ彼女は命の危険を冒してまであの場所にこもらなければならなかったんでしょうか。私たちみたいに入れられたならわかるけど、自分からそんなことする理由ってなんだろう。おいや、あの青服が言ってたっすね。失った記憶がどうとかって。取り戻した記憶に何らかのやむを得ない事情があったということでしょうか。あのさ、ちょっと思ったんだけど、あの子のいる世界が閉じ切ったら周りの人の記憶からもあの子いなくなっちゃうんだよね。それって死んじゃうのと同じじゃない。お前それまさか自分でってことかよ。わかんないけど、なんかそんな感じしないかなって。私たちに自分のことを忘れさせて一人で死のうとしてるってこと。自分で自分を消しちゃうなんて、そんな。多分マリちゃん、ク
クマと同じクマね。クマも自分のこと何にも分かんなくて不安だった。やっと分かった時も自分がシャドウって知ってとってもショックだったクマ。マリちゃんはシャドウとは違うみたいだけど気持ちは多分あの時のクマと同じクマ。自分がいちゃいけないって思ってる。クマ、先輩、そうだね。うん、私ちょっとだけあの子の気持ちわかるよ。本当の自分のこと誰も知らなくていつも一人ぼっちで、せっかくあったかく迎えてもらってもどこか自分だけ違うって感じちゃって。私だって先輩たちに会わなかったらあの子と同じことを思っちゃってたかも。俺だって変わんねえぜ。いっつも誤解されてよ、気張って突っ張って。本当の自分なんか見せても誰にも受け入れてもらえねえんじゃねえかってビビってよ。あげくんなことしてる自分が自分で許せねえんだ。くだらねえよな。うん、みんなそうだよね。誰だってどこかでそうやって苦しんでる。ええ、でも僕たちはちゃんと変わることができた。どんなに嫌な自分でもしっかりと向き合って受け入れることができたんです。皆さんがかけがえのない仲間がいたから。うん、今ならわかるよ。もう何も怖いことなんかない。マリーちゃんのこと助けてあげられるの私たちしかいないじゃん。もし本当にあの子がそんなこと考えてんなら私たちが行って絶対に止めなきゃ。決まりだな。だったらまずはあの世界のことを探ってみようぜ。何もわかんねえより少しでも状況がわかれば俺らも動きやすいだろう。一日使ってみる価値はありそうですね。ではクマ君と藤川さんで向こう側の様子を調べてもらえますか。もちろん山小屋のテレビには入らずにいつもの場所から調査をお願いします。あとのメンバーは少しでも休んで体調を万全にしておいてください。向こうの世界にシャドウがいるのであれば戦いは避けられないでしょうから。しゃあやってやんぜ。なんか懐かしいっすね、こういうの。事件終わってまだそんなに経ってねえのによ。はい、久々にリセちゃんと二人っきりで鼻クンクンするタイム来た。ぬふふ、この超ウルトラハイパークマッパナがわずかな匂いも立ちどころに嗅ぎ当てるのだ。しかしこの技の欠点は3分経つとおびただしい量の鼻汁が。クマ汚い。おい、本番前にクマ壊すなよ。一応役には立つんだからさ。失礼クマね。一応ってどういうこと？では学校でもう一度集合しましょう。それでいいですね。
さすがに寒いな。まあいいや、作戦会議始めっか。ではまず僕から報告を。あちら側に迷い込んだ人間がいないか念のため館内の行方不明者を調べました。結果はゼロです。捜索願いもなしです。どうやら本当にあの場所は事件と関わりがないようですね。あ、ずるい。あたしらに休めとか言って自分だけ調べ物してるじゃん。とか言ってあたしも稲葉市民頼りとか調べちゃったけどさ、尋ね人欄とか探したけど何もなかったよ。私も仕入れ先やお客さんなんかに聞いてみたけど怪しい噂はなかったよ。俺もだ。職場で聞き込んでみたけど該当ゼロ。おばちゃんたちの情報も侮れねえんだぜ。俺もっすね。前に足洗わした連中何人か当たったんすけど変化なしっす。これだけの人数で調べたのなら向こう側に入った人間がいないのは確実でしょ。肝心なのは熊くんと久慈川さんの結果です。どうでしたか？例のうつろの森ってのがすっごい遠くにできてることは感じるけど、それだけ。マリちゃんの気配とかは全くさっぱり感じないクマね。あの場所結構広いよ。準備なしで入らなくてよかったと思う。うつろの森だっけ。今回も入った人の心が影響してんのかな。だとしたらあの場所はマリーちゃんの心が作った風景ってこと？っていうか、うつろの森って名前確か前の戦いでも聞いたよね。僕も気になっていたんです。雨のさぎりという怪物が言っていましたね。人の欲や嘘を望む心に応えて彼らが生み出した場所でしたか。待った。マリーちゃんの心の風景があの怪物の生んだのと同じうつろの森なのか。どういうことだ。だそりゃ。あいつ一体何者だっつうんだよ。彼女を救うのが目的でしたが、それだけでは済みそうにないですね。彼女があの怪物たちと関わっているならなおさら調べないわけにはいきません。彼女が何をしようとしているのか、そして彼女は一体何者なのか、マリーさんに会って直接真実を確かめるしかなさそうです。しゃあ、やってやんぜ。あいつが何者だろうと、このままくたばらせてたまるかよ。その通りクマ。クマもやる気で燃えるクマ。むむむ。よし、やったのか。何悩んでんだか知らねえけど、必ず俺らであの子を助けてやろうぜ。助けに来たらマリちゃんハートにズッキュン刺さっちゃう。どうしよう、クマ心の準備が。お前は下心があんのかないのかどっちなんだよ。
ああ、行こうぜ。